もしもし。リキアです。ひどいじゃないですか兄貴。リキア、すまないことしたな。どうした、沖縄で何かあったのか。いや、そうじゃないんです。ん？じゃあどうしたんだ。今俺カムロ町にいるんですよ。何？どういうことだ。兄貴は俺を沖縄に残したかったんでしょうけど、俺やっぱり自分の手で親父を弾いたやつを探したいんです。リキア、朝顔のことはミキオに頼んできました。心配しないでください。すみません、兄貴の心遣いを無視しちまって。いや、いいんだ。勝手に置いていった俺が悪かった。兄貴、それよりお前今どこにいるんだ。え、いや、それがよくわからないもんで。ん？どこの道にいるかくらいわかるだろう。いや、それが右も左もわかんねえ。それかって、お前ろくに調べもしないでカムロ町に来たのか。すみません。まあいい、今からお前を迎えに行く。とりあえず目印になりそうな場所を見つけたらそこで待っていてくれ。でかいビルとか看板のある店とかそういうのでいいですか。ああ、そこに着いたらまた連絡してくれ。わかりました。それじゃあまた後で。はい。もしもし。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ありがとうございました。
Hehehe